僕はクレジットカードを使いすぎてしまいます。ダメだと思いながらもネットで買い物や遊びなどを使いすぎて、結果支払いできずにリボ払いしてどんどんリボ借金が溜まってしまいます。どうすればクレジットカードを使うのを防げるでしょうか。クレジットカードに依存してるかもしれないです。いい方法を動画を教えてくださいってことなんですが、これに関してはですね、貯蓄の全技術っていうですね、動画をですね、ニコニコで出しておりまして、無駄遣いを防ぐ方法まで全部解説していたはずなんで、これぜひチェックしてみてください。あとはですね、例えば本当に無駄遣いとか減らしたいんだったら、こういうお金支払いされない13の真実、こういった本を読んでいただいて、無駄遣いの項目とかですね、クレジットカード中毒に関する項目なんかを見てもらえると参考になると思います。はい。